はい、どうも、マナマンです。マイクラブ、やっていきます。相手のメンツ、あれやね、レアルやね。デロッシンとトニー・クロースにすれば、レアルできるね、これ。あ、でもキーパーが、ノイアーか。では、行きます。まあ自分も、ボランチのとこ今までマティッチを使ってたんですけど、今回からビダルを使ってみようかなと思います。皆さんこんばんは。まあ、ビダルのが攻撃的かな。オフェンスセンスも結構高かったんで、前見に来そうな気がする。実況ジョンカビラでお届けしてまいります。ナナミさん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。マティッチはバックスピン持ってるけど、それでは今日のゲーム、ボランチのバックスピン持ちは結構使えるんですけど、どのようなリズムを刻むゲームになるのか見てまいりましょう。ウィリアム、ラーム、まあ、ディフェンスセンスとかも空いてる。スペースに置きに行くチャンスですね。レミー、ノイヤー、神か、ノイヤーはマジで。これはクリアします。ベイル。ベイル。マジか、取れんか。ロドリゲス。中空いてんのがちょっと気になる。危ねえ。ウィリアム。さあ、カウンタースピードを上げる。おー、マジか。止めるか。レミ。まあ、中かな。これはダメか。ロドリゲス。うわ、最悪、相手にパスプレゼント。とりあえずね、オフサイド取られんのかい。とりあえずこの試合の後にガチャしようと思います。ラストガチャやね。ネイマール、抜けてきた。いいパス出ましたね。レミ、ね、これは惜しい。コーナーキックは、ああ、まだラームのまんまか。前半最初のコーナーキック。ネイマールじゃあ間違えた。ここでロッペンに蹴らせることができる。ネイマールか。ここはクリアします。キャッチングだと、うん、低く丁寧に打ち込んできました。いいシュートでしたね。すげえボール。抑えてないですからね。マジか、マジか。オッケーオッケー。いやー、ちょっと強引か。ペペ、ベンゼマへ、ウィリアム、通らんな。デロシからクリスティアーノ・ロナウド、中盤はスペースを与えないっていう意図が見えますね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。かデロシ、取れねえ。ロドリゲス、ベンゼマに渡る。取られた後は選手間の距離がいいですね。守備のスイッチが入れやすいですよね。まあちょっと、ベイ、相手にパスプレゼントするのはちょっともったいなすぎるね。ビダ、縦一本で、レミ、流れを止めます。どうだ、スルーパス。うわー、反応してねえわ。ロドリゲス、ベンゼマ、ノーファル。いやー、感じてね。これはキーパーに任せる。投げてみる。上がっていく。相手が下がってくれるから、その分あれですね。ネイマール、
おお、いい、最悪。ベンゼマ、ボールを奪えるか、うん、出ましたね。ボールが抜けるカットです。32分を過ぎたところです。今日の試合まだゴールシーンは見られていません。ご覧、うわー、そこかよ、チャンス。オッケー、コーナー、コーナー。マティッチがいないからね、合わせる選手がいないな。レミぐらいか。きたー、ラッキーラッキー、相手のクリアミス、相手のクリアミスからゴールを奪う。ネイマールならこっから打っても入りそうな、やっぱりさすがやね。これがネイマールですよ。ネイマールならあの距離から入るっていうね。ゴールのイメージはあったんでしょうね。いつも通り打ち込んだのが素晴らしいですよね。たまにあるんですよね、好きな条件が揃う場面っていうのがね。なるほど。オフサイドっぽいけど、まあ、まあゴールだまあゴールだ。マニュアルループで打とうかなと思ったけどもいらなかったっていうね。相手の接触でゴール奪えた感じなんですけど。バイエルン3対0と順調にリード。カウンターを仕掛けていきます。ラインドロー狙いましたね。さあどうだ、あとはロッペンのゴールでしょう。ロッペンの根幹を見せるときでしょう。いやー、取れんか。ディスコ浮かせて裏を狙う。あー、今もいい守備ですよ。あとはロスタイムダウンを奪って勝負決める。ウィリアム、マルセロ、デロッシー、ファール。よし、ここでファールをもらいます。バイエル嫌な位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。ネイマールでこれ決まったらかっこよくね。直接決まらないけどポストか。いやー、面白いな、さっきのあのボール巻いてきてポスト当てるとか。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。可能性があったら、いつもやったら真ん中ズドンなんですけど、真ん中ズドンでいってるんですけど、ちょっとメンバー抑え気味でいってもいけそうかな。前半からいきなり3点差がつくとは全く想像してなかったですね。そうですね。まあ、ルールは変えられるか。3点差が1つの区切りと言われています。次の1点でその差に加算があればそれは決定的なゴールと言えるでしょうね。バイエルンが3点をリードして後半へと続きます。イタルトップした無理か。あんまり変えようにも変えれないっていうね。これでいっかな。どうしようかな。センターバックにしようか。多分大丈夫やと思うんですけど。さあ後半スタートです。裏を狙う、どうする、味方を走らせる、根幹で決まる、OK、大丈夫やね。今日は止まりません。変えてしまいましょう。残りの選手、いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、まあシュートもそうなんですけど次のプレーをイメージしたコントロール、はい、ここが全てだったと思いますね。そうですね。いやー見ていますこれはファールです。イエローカード。あそこからさらに崩されると決定的な場面を作られてしまいますからね。ラーム変えますか。
キャプテンをビダルしとけば大丈夫でしょう。直接狙える位置ですがどうでしょう。まあ、打ってくるならこっちでしょうね。ズドンでしょう。入るか。ちょっとキーパー下に動かしたんですけどね、入ってしまいましたね。蹴る直前にスルッとちょっと下に変えたんですけど、やられましたか。しょうがないか。このパス越えるか。ちょっとあぶねえ。流れ変わったこれ。流れ変わったかな。真ん中空いてる。裏に味方を走らせる。レミに渡る。ここはオフサイドありません。ああマニュアルループ。やっぱノイアーは結構やっぱ優秀やな。AI が特殊だね。やっぱこの話何回もしてるけど。ノイアーはほんま止めてくる感じやね。やばい。くぅ助かった。いや今のシュートミスはもったいない。助かったぜ。結構やっぱまずいなぁと早めに選手交代も3人しちゃったからな。余裕こいて、ここで受ける。厳しいチャックです。余裕こいて選手交代しちゃったんだよね。ここまでご覧になっていかがですか、ナナミさん。めっちゃ空いてるわ。めっちゃ空いてるわ。一人で行けちゃうわ。なるほど。こっから打ってもいい気がするけど、さすがにちょっと無理か。このボールは繋がりません。フィリペが今日の試合得点を挙げています。後半20分経過です。バイエル今のところリード3点、ゲームの主導権を握っています。間違えた。マニュアルループしようと思ってセンタリングになっちゃったっていう。ボールが見えたらやはり距離があってもどんどんシュート打ってきますからね。ミスるという。あれですよね、水曜日コンペあったんですね。よくよく考えると水曜日はコンペやったね。そこで GP 稼いどきゃよかったかな。ちょっとしっかり寄せてますよね。ゲッツ、せっかくのねチャンピオンズリーグファイナルは素晴らしいガチャやったかな。スルーパス、選手集めたかったんですけど。ルーニーのシュートこぼれます。クソ無理か。懸命のクリア。あかん、やばい。さあルイス・スアレス、このボールをカットします。ちそこか。ウィリアム弱えな。体勢が厳しすぎる。シュルレ裏を狙う。ボールが抜ける。さあフリーだ。くわーノイアか。いやーキーパービッグセーブでしたよね。ノイアほんま半端ねえな。ノイアが欲しくなってきたな。やっぱさすがに今回は決めるから OK。容赦ない一発。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めて、ファウル取られる。いらないイエローカードもらえそうやな。さあバイエルン圧倒的な強さを見せています。カードはなかったけど。ゲッツェのボール、いやファウルか。
デロシックからメッシー、さあベイル、ここにメッシー、メッシか。後半36分経過、こういった中盤の潰し合いからセカンドボールはとても大切になってきますよね。味方を走らせる、ネイマールやったらここから打ちたいけどね。あーパスしたな、パスしたらこうなんだよね。素晴らしいパス、残り5分を切っています。いつもの自分の感覚だと あそっか絶対シュートやな。ルーニー、ウィリアム、セルギオラモスからクリスティアーノ・ロナウド、ルイス・スワーレス、さあカウンターのチャンスになります。こぼれた球はルーニー、うわーファール、ノーファールか。デロッシー浮かせて、キーパー出して、どうだ、ヘイキックで対処、守るよ守るよ、最後メッシからルイス・スワレス、クリスティアノ・ロナウドに渡る、ゲッツ、やばい、いやー最後やられたな、ロスタイムだ、ゲッツかなこれ。直前のドリブルキレッキレでした、ディフェンス甘かったな最後、ね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュートは素晴らしいですよね。やばい予感がする、一瞬食います、うーん、しょ、マジか、オッケー、よし、ここで笛です、5対2バイエルン勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました、完璧でした。ガチャタイム行こうと思います。どうしようかな、3万 GP あって280コインあるんですけど、まあね7割黒出るからね、まずは GP から、ちょっとさすがに1万 GP は残しときたいで、2回引いて、あとはコイン、溜まったコインでやろうかな。さあ走れフォワード来い、誰だ、アドリアーノか、サイドバック。さあ 58.8 まで 10% 減った10% 減っての、黒お願いします、最後だよ最後、 OK、 ラストガチャやからね。ピケか、ピケか、絶好調なら使うであろう、まあ、自分のセンターバック基準でスピードが大事なんで。さあ 55.9% ペケの選択肢はないんでね。さあラスト、これが本当のラスト、ラストチャンピオンズリーグ、 OK、いいね、でも全部黒出たけど、走った誰だ君は、アラバか、ベース入れか、これアラバベース入れか、いやーメッシ・ロナウドは引けず、メッシ・ロナウドは引けずでしたけど、これでチャンピオンズリーグスターズファイナルは
自分の中で終了でかな。まあ、これ以上ガチャすることはないでしょう。はい、では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。